2022年6月10日に長田南中学校に行ってきました。僕は車中泊しながら日本中の学校へ行き吹奏楽指導をしていて、長田南中学校は46団体目の学校です。2022年は137団体も指導することができ、この記録は日本人の中で最も年間の指導団体数が多くて一生破られないと思います。なぜこんなにたくさんの学校へ来たのかというと、指導料が部員数 ×100 円だったからです。これはありえないぐらい安くて、部員全員がコーラを1本我慢すれば呼ぶことができます。それと指導する曲はマーチ・ブルース・スプリングという僕が作曲した曲で、作曲者本人に会える貴重な体験になったと思います。そして指導後はサイン会があり、この動画のように一人一人サインを書きました。というわけで、またいつか吹奏楽指導の旅をすると思うので、インスタグラム、ツイッター、YouTube、TikTok をフォローして待っていてください。